ノキア六百三十ノキア6630は、ノキアが2004年に発売した WCDMA-GSM 方式のスマートフォンである。日本では、日本語化及びキャリア向けのカスタマイズが行われ、ボーダフォン日本法人、ケンソフトバンクモバイルよりボーダフォン7 0二 NK が2004年12月に、NTT ドコモよりフォーマンム850イグとして2006年2月に発売された。 また、ノキアジャパンからノキア6630、スタンダードバージョンとして2006年6月に発売された、ボーダフォン 702NK 及びフォーマナノメートル850、イグは、詳しくは、各項目を参照。この端末は、近年の日本では、珍しいストレートタイプの端末であり、前方後円墳を思わせる、独特の形状をしている。 エクスプレスオンカラーカバーにより、外装の着せ替えが容易に可能。海外では、スマートフォンに分類される端末であり、通常の携帯電話と比べて、PIM 機能が充実している。端末に付属している Nokia PC Suite ソフトウェアを使用すれば、ア u t l o o k やロ o チ c h u s Notes 等と PIM 情報その他を同期させることができる。MacOS 1 0 4ユーザーならば、 アイシンクを使用して同期させることもできる。標準搭載のウェブブラウザは、いわゆるフルブラウザであり、表現力に制約はあるものの、多くの PC 向け Web サイトの閲覧が可能。ただし、ボディ要素による文字色の指定が効かないというバグがあり、背景が黒いページでは真っ黒になって読めないことが多いという問題がある。自分と利用のカメラを持たないため、 テレビ電話には不向きである。自分取りでのテレビ電話を行うには、別売の TV コールスタンドに装着する。ただし、末置きとなる。また、Nokia ア,アや Nokia ラインショップでの販売を行っていないため、ボーダフォン、現、ソフトバンクモバイルの7 0 2 NK のオプションという形で入手する形となる。プラットフォームに S60 を採用しているため、 パソコンを使用することによって、ユーザー自身で機能を追加することができる。有償で提供されているオペラやネットフラントのほか、各種のシェアウェアやフリーウェア、テーマ、スキン、スクリーンセーバーなどが利用可能。ただし、ボーダホン 702NK では、ユーザーによるネイティブアプリケーションのインストールに一部制約がある。およびフォーマナノメートル850イングは、 ネイティブアプリケーションのインストールができなため何もできない。外部端子として底面に、ノキア独自のポップポートを備える。他社製端末との端子の互換性はない。これは 702NK やナノメートル850イングでも、変わらず、他のボーダホン 3G 端末やホーマ端末の端子との互換性はない。またこれとは別に、AC アダプタ、充電器の端子がある。 後継機種として、ノキア6680がある。スタンダードバージョンには、シムロックがかかっていないため、多くのキャリアで使用可能である。日本国内でもフォーマお及びソフトバンク 3G のネットワークで使用可能。e モバイルは、使用周波数帯が異なるため、使用不可。フォーマまたはソフトバンク 3G の契約で使用する場合、音声通話。 SMS データ通信以外のキャリア固有機能、w e b メール、MMS アプリなどは利用できないか、利用できても制限がつくことがあるので注意が必要。ネット接続には、ドコモは、モペラ U の契約が必須、ボーダフォンは、VFJP アクセスインターネット経由でのパケット接続のみだったが、ソフトバンクブランド変更後は、加えて、S、ベーシックパックの契約が必須になった。 アプリケーションのインストールに関する制限はない。なお、スタンダードバージョンとしての後継機種は、Nokia E61 が発売されている。ちなみに、スタンダードバージョンとしての全機種は、Nokia 7600であった。本端末がベースとなっているナノメートル850、イグとボーダ本 702NK については、スプリアス問題を理由に2015年11月30日を、もって、 使用停止とされる予定となっているが、スタンダードバージョンについては明らかにされていない。端末のユーザーインターフェースが海外で一般的なものであり、一般の日本製端末と異なり、日本独自の機能にはほぼ似たようである。しかし、端末の自由度が高いため、端末内部、外部の改変をすることが可能である。また、操作性に関しては、 端末販売キャリアであるボーダホンが発売当時は、全世界共通操作性を展開していたた、この機種だけの問題ではない。また、ボーダホン 702NK については、同時期に、ボーダホンから発売された他の 3G 端末と異なり、重大な不具合は見つかっていない。フィンランドのセキュリティ企業解析アは、日本人旅行者が香港に持参した、ボーダホン 702NK に、 携帯電話ウイルス、キャバーが Bluetooth 経由で感染した事例が発見されたと発表し、IT、通信系ニュース媒体でも報道された。しかし、キャバーは OS の脆弱性をついて感染するものではないため、通常のインストール手順を取らねば感染しないが、前述の通り、電子署名のないネイティブアプリケーションをボーダホン 702NK に通常の方法でインストールすることは、 たとえ利用者にその意図があっても不可能である。2007年8月にこの端末が使用する形式の電池パックの欠陥 BL-5C、ドコモでは電池パックナノメートル01、ボーダフォンでは NMBF01 に相当が発表され、回収、交換が行われている。日本では以下のカラーバリエーションが提供されている。さらに、ノキアジャパンから 以下の純正エクスプレスオンカラーカバーが発売されたが2006年8月現在ノキアストアオンラインショップとも発売停止中。また海外でノキア6 6 3 0向けに販売されている非純正を含む多数のカバーやキーパッドも使用可能。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。